2014年、ラトビアにて、溝手県政9月13日隊は、日本の実業家、政治家、自由民主党所属の元参議院議員、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣、自由民主党参議院議員会長、自由民主党参議院幹事長、参議院予算委員長、議員運営委員長、国家基本政策委員長、総務委員長、懲罰委員長、 政府開発援助等に関する特別委員長、自由民主党広島県支部連合会会長などを歴任した。広島県広島市南区南町生まれ。その後は、秋国や父方の郷里の鴨郡群原村を経て、日本通運に勤めていた父親の転勤に伴い、三原市に転居した。広島大学附属三原中学校から、広島大学附属高等学校に進み、 サッカー部に所属して、同級の船本幸次、小木徳たち、桑原学コレラと共に、全国高等学校サッカー選手権大会、準優勝。東京大学運動会アメリカンフットボール部では、キャプテンを務めた。1966年、東京大学法学部卒業。富士製鉄に入社。配属は、広畑製鉄所。1971年3月。 新日本製鉄を退社。妻である三重子の父親が経営している、幸い明選挙に副社長として迎えられ、1979年より代表取締役社長を務める。この間、日本造船工業会常任理事や、三原商工会議所副会頭を務めた。1987年、地元商業会の後押しを受け、三原市長選挙に出馬し、当選。 1991年に再選され、2期6年、勤める。この間、全国市長会評議員や、広島市長会副会長を務めた。1993年12月、藤田雄山の広島県知事選挙立候補に伴う、参議院広島県選挙区補欠選挙に自由、民主党公認で出馬し、初当選した。1997年9月、 通商産業省政務次官。2004年、参議院議員運営委員長に就任。2006年9月、第1次、安倍内閣で、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣に任命され、副大臣や大臣政務官を経ずに初入閣した。しかし、在任中は、数回にわたる失言や大臣規範違反が発覚。 2007年7月の第21回参議院議員、通常選挙では、広島県選挙区から自民党公認で出馬し、4選。選挙戦中に発生した新潟県中越沖地震に、際しては、広島県での選挙運動を中止し、政府調査団長に就任して、被災地を視察に訪れた。選挙後に発足した第一次、安倍改造内閣では再任されなかった。 2007年12月、日朝国交正常化を目指す議員連盟自由民主党朝鮮半島問題小委員会の立ち上げに参加し、副委員長に就任した。2008年に参議院予算委員長、2009年に参議院国家基本政策委員長をそれぞれ務めている。2011年9月、自由民主党参議院議員会長の中曽根博文は、 参議院自民党の執行部人事において、当初は参院幹事長の小坂健次、参議院政策審議会長の山本和太の両名を再任する意向だったが、2009年の第45回衆議院議員総選挙で落選し、2010年に参院に倉返したばかりの小坂や、同じ群馬県選出の山本の続投に、町村、ぬかが、小賀三派からは批判が高まり、 中曽根は一旦参院幹事長を河野池義忠に交代させる人事案を議員総会に提出するも否決される。これを受け、中曽根は小川派の溝手を参院幹事長に、町村派の岩木光秀を政策審議会長に起用する新たな人事案を提出して承認され、溝手が自民党参議院幹事長に就任した。2013年5期目の当選を果たす。 同年7月26日、中曽根の人気満了に伴う参院議員会長選挙に、町村、野かが、小賀参賀の後押しを受ける形で立候補し、82票を獲得。31票を獲得した河野池義忠を破り、自由民主党参院議員会長に選出された。2014年9月9日、参院執行部会において、 参院幹事長の秋ま氏から一票の格差を是正するための選挙制度改革に対する後ろ向きな姿勢を批判され、参院議員会長を辞任するよう求められるが、溝では辞任に応じず、12日の特別総会では木を参院幹事長から更迭した。選挙制度改革については、新党改革の荒井博之代表が事実上提案していた4つの選挙区を2つ、 合区して二つの合同選挙区を創設する公職選挙法改正案を受け入れる政治的決断をし、2015年7月28日に法案が国会で成立した。六期目へ向けて、ぞての自民党公認は早くに決定していた。ところが2018年暮れ、安倍首相や菅義偉官房長官らの意向を組んだ党本部は、党県連に対し、二人目を擁立することを打診。 県連からは組織が分裂しかねないと一斉に反発が上がった。県連は党本部に方針を撤回するよう繰り返し求めたが、2019年3月13日、自民党は河合克行衆議院議員の妻で、広島県議会議員の河合安佐藤正式に二人目の公認候補に決定した。2019年4月から6月にかけて自民党本部は、 河井安里が支部長を務める広島県参議院選挙区第7支部に対し7500万円、河井克幸が支部長を務める広島県第3選挙区支部に対し7500万円、合わせて1億5000万円もの破格の選挙資金を支給した。これに対し、ミゾへの支給額は1500万円であった。河井陣営の物量戦の前には歯が立たず、 同年7月21日に行われた第25回参議院、議員通常選挙では、時点で落選した。溝手は落選直後、支援者に二人出すのは、やはり馬鹿げた話。今後、自民党として考えなくてはいけないと述べた。また溝手県政側から、工事前月、奥原信也側に50万円が振り込まれていたことが2020年11月11日に、判明した。 溝手の秘書によると、2019年6月3日に、溝手が代表の自民党広島県参議院選挙区第2支部から奥原の後援会長が代表の自民党くれ第1支部の講座に50万円を送金したが、選挙応援を依頼する目的ではないと述べている。2019年11月、朝日大受賞を受賞したが、別の用事があるとして、新受式を欠席した。 以降、ホームページは更新されなくなり、ほぼ正解から身を引いた形となっていたが、前日の買収事件を契機に、三原市長の天馬幸則が辞任すると、同市長選挙に出馬表明した岡田義弘への支持を表明。8月9日の投開票の結果、岡田は当選した。家族は妻、一男、一女。心情は人間万事採用が馬、ま。趣味は読書、料理。 第一次、安倍内閣で国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣を務めていた2007年、無届で社会福祉法人理事長を務めて報酬を受け取っており、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範違反の疑いが持たれた。その後、溝手は受け取っていた報酬を2007年7月3日までに社会福祉法人に返金したが、閣僚辞任や 銀辞職については否定した。ありがとうございます。